ふるさとを愛する心を育み、美しい虹の松原を守ろうと、唐津市の高校生が小学生と松ぼっくりを使ったクリス松ぼっくりツリーを作りました。この取り組みは、虹の松原の清掃活動や松を使った商品開発を行っている唐津南高校の虹の松原研究班が、小学生に虹の松原をよく知ってもらい、その環境を一緒に守ろうと5年ほど前から開いています。今日は東唐津小学校の 3、4年生が11月に虹の松原の清掃活動で拾った松ぼっくりに色やビーズ、トナカイ柄の飾りをつけ、クリス松ぼっくりツリーを作りました。お兄さんお姉さんと作るのが楽しかったです。めっちゃ楽しかったし、かわいい飾りで作れたのでよかったです。虹の松原がどういう状態なのかなどを知ってもらって、虹の松原をもっと好きになってもらって、どんどん後世につないでいってもらえたらいいなと思ってます。唐津南高校の虹の松原研究班は、これまでにも松葉を使い香りをつけたサイダーを開発し、販売しているということです。